滝野川市議用金庫とは、東京都北区田畑新町に本店を置く、信用金庫である。略称、滝信東京都内と埼玉県内に30店舗を有している。店舗は、東京都北区6店舗、足立区8店舗、板橋区3店舗、荒川区1店舗、文京区1店舗、埼玉県川口市8店舗、草加市1店舗、戸田市1店舗、 わらび市一店舗が置かれている。戦時体制下にあった1938年秋、物資不足、資金難に苦しむ庶民、中小企業のために、相互扶助の精神に則り、当時の滝野川区議会議員などを中心とした地元の有力者によって、設立の動きが進められ、同年12月28日に設立認可を取得、1939年2月、 旧東京市滝野川区西ヶ原町に有限責任滝野川区信用組合として設立された。1945年に戦争は終結したものの、軍事施設を抱えていた滝野川区は空襲により大きな被害を受け、滝野川区信用組合の建物や事業書類も大半を消失した。戦後混乱期の中、滝野川信用組合の継続、 閉鎖が論議される時期もあったものの、地元の中小企業と庶民を及び滝野川区の発展のためにという創業の精神に立ち返り、再建されることとなった。1947年3月には、東京都35区制が22区制へと整理統合された際、滝野川区と大地区が合併して、北区が生まれたことを受け、滝野川区の信用組合から、 北区の信用組合としての道を歩み始めた。同年8月、西ヶ原に新店舗が建設された。1949年5月11日、市街地信用組合法に基づく、大倉省所管の信用組合へ改祖すると同時に、名称を、滝野川区信用組合から、区を削除し、滝野川信用組合へ変更した。当時を含め、その後も滝野川の名称については、 将来の発展を見据え、さらに広域的なイメージを持つ名称にしてはどうかとの案が出されたが、滝野川区のために滝野川に生まれた初心を忘れず、北区の滝心として地元に根付いていくことが第一と考えられ、その案は退けられたとされている。1951年10月には、信用金庫法に基づき、改祖、改唱され、現在の名称である、 滝野川市に要庫となった。1947年8月に練馬区が新設され、23区となる。ありがとうございます。